こんにちはっす。本日2013年12月19日、はい、明日は20日です。日記飯です。木曜日です。ただいま1時です。本日はまるちゃん製麺に揚げ玉とネギ、まあハイカラうどんっていうんですかね、関西だけかもしれませんけど、いただきます。シンプルなのね、一番うまいね。まるちゃん製麺うどん美味しい。まだカレーうどん食べてないけどね、前も食べましたけどね。美味しい。美味しいな。このやっぱ麺を掴む、麺を掴む俺の端っぷりっつったらもう本当にもう中二以下やな。先日から安定の再生回数でお送りしておりますアサシンクリードゲーム実況面白いあのゲーム、毎日やってますね最近ね。この2、3日ほどはね、まあ、昨日はちょっと仕事が忙しくて日記飯も取れませんでしたけども、アサシンクリードはやってましたね。4ですかね。本日10月に撮った酒無双18を編集しようと思って、朝からちょっとね仕事の合間にやってるんですけど、 WXMN さんとのねコラボ放送なんですけど、なんかそのスカイプ画像、スカイプの動画、スカイプの映像をキャプチャーしてるのが訪れひどくって、もしかしたらお蔵入りになる可能性が高いです。すいません、 WXMN さんも含めまして、ほんのちょっと楽しみにしてた人たちもすいません。ちなみに本日のまるちゃん製麺2玉です、うどんね、普通のこれうまいよ、食べて。でですね、まあ前々から、前々からももうだいぶ経っとるけど、酒無双自体は20で終わりにするつもりなんですけど、まあ、取ってないやんけ言われますけど、24日夕方から飲み枠すると思います。まあ、予約入れとくと思う。もう今日この後予約入れときます。クリスマスイブを、ってやつね、入れときます。まあ、だから予約枠で、クリスマス仕事やしな、俺水曜日やから大体月から休んでるんで、そうすると翌日に残らない程度で、酒無双18になるか、酒無双19になるかは分かりませんけども、やろうかなと思ってます。開始はそやな、4時か5時ぐらいかな。久々に、どうやろう、25日、まあちょっと時間帯は考えます。もっと昼間からやるかもしれんけど、まあでは24日ね、24日もしくは23の夜、この辺でやろうかなと。24日でしょ、24日
これもきっちりとクリスマスにぶつけていかないね。まあイブやけどね。うん、皆様もお酒を片手に、うん、お付き合いに願えたらありがたいと思います。まあ詳しくはこの後予約枠の予約入れとくんで、その時間帯を、うん、見てください。まあ、予約だったわけなんで、6時間、ないしは夜の8時までは続きます。はい、頑張って編集しないかな、松さんのな。うん、美味しかったです。まあ、シンプルでしたけど、本日2013年12月19日の日記飯でした。ごちそうさまでした。裏テーマ終わりました。イエイ。バッドボス大会。